さあこんにちは、斉高さん。はい。今シーズンの日本ハムサード、まあなんか様変わりしてるよな、いろいろな。そうですそうです、うん、ね、選手たちが躍動したり、はい、チーム的にもね、よしやるぞっていう雰囲気で盛り上がっていますが、はい、シーズン始まる前まで、ユーザー、日本ハムのサードというと2選手やっぱり思い浮かびませんか？いや、俺も浮かばなかった。もうあれ浮かばない。いや、俺は守備の上手い選手、うん、はい、だって清宮がもう早々に離脱したじゃん。そう、まず清宮選手、はい、いや、だから俺は、まあ、昨年の戦いからするとね、はい、守備の破綻から試合を落とすケースがあったから、うん、はい、まあ、清宮はいない、うん、そうなってくると守備打てるっていうよりもこう守備重視で、はい、うん、俺は考えてたから、はい、全く頭になかった。今もじゃあサードと言われると、うん、選手が例えば出てこない、あまり出てこない。いや、でも郡司が、はい、まあ、サードやって、うん、まあ、ある程度こなしてくれて、はい、まあ、打つ方は結果を残してくれてれば、はい、もう満足です。じゃあもうあの選手は今みたいな状態になっちゃってますね。あの選手って誰？清宮選手と。あ、清宮か。野村勇気選手。あ、でも野村はチャンスをもらいながら結果が出せなかったというね。はい、そうです、野村選手。そういうこともあるからね、はい。今シーズンの1軍での成績は1割に届かない7分7厘、はい、ということで、ヒット。そんな選手じゃないけどな。本来は違うんですよね。で、現在ファーム調整中なんですけれども、ファームでは15打席。ちょっと待って、はい、調整中っていうのはすごくいい言い方だよ。はい、そうですよね。調整でも何でもないと思うよ。落とされたってこと。落とされたということで。まあ、そっか、そうですよね、うん、だからそれはね、厳しく言っといた方がいいと思うよ。調整って言ったらなんかもう結果が出てるけど調子が悪くなって調整におりましたみたいな、ちょっと体調も悪いしみたいな、うん、だから調整戻りました、はい、あげますっていうような感じじゃないよ、やっぱ、うん、いわゆる二軍落ちっていうこと。そうだね、だから本人も調整で落ちたとは思ってないと思う。成績悪くて落ちたっていう、うん、だと思うけどね、俺は。ファームでは15打席、打席に立ちまして5安打、打率が3割5分7厘で、ホームランは0で、長打率が4.2、得点圏が4割、はい、で出塁率が4割という成績です、はい、まずこれ野村勇気選手ですね、はい、で一方の清宮選手、もちろん今年1軍でのまだ出場機会は、まあ、もちろんそうだよね、もちろんありません。で、ファームでは63打席に立って打率が3割1分5厘、ホームランは0で、得点圏が308、出塁率が413というところでエラーが2つというふうな、この2人の成績です。はい、まず清宮選手からですけれども、いや、だから新庄監督は年間通しての自覚が必要なと思ってるわけよ。はい、ここはやっぱこう厳しいと思うのは、やっぱこう最初スタートでつまずいた、はい、怪我をした、でみんな頑張ってるんだよ、うん、ファームでも一軍でもみんなやっぱこう試合に出たいと思って、貢献したいと思って、成績を残したいと思って、ね、頑張ってるわけで、そこのスタートに遅れたっていうこと自体が、うん、もう気に食わなくてしょうがない。もう自覚が足りないっていうことをっていうふうに思われても仕方ないよね。はい、まあ、例えばさ、普通に車乗ってて追突されました、うんうん、ね、もう自分がもう全く100ゼロで、うん、ゼロで悪くない、うんうん、そしたら考えるよ。でも怪我することっていうのは紐解いていけばどっかに緩みがあったんじゃないかとか、うん、まあ、そういうことだというふうに新庄監督が捉えてるはずなんだよね。はい、だから厳しく接してるんだと思うよ、うん、それとファームでいくら成績を残しても一軍で成績を残せるか残せないかっていうのは見たら分かるよ。あ、そうなんですね。阿部監督がお声を上げた、はい、ね、阿部監督に聞いたね、お声あげました、お声はあげたのが不思議でも何でもないんだけど、うん、どうしてあげたのって言ったら、いや、ファームに行かす時にね、お前右打ちできないだろうと、うんうん、ね、やっぱりチームにはもう右打ちっていうのが絶対必要なんだと、はい、だからそれを習得してこいと、うん、いうことでファームに落として、そしたらね、阿部監督がタブレットでやっぱ見てるんだって、うん、でお声が一生懸命右打ちをやってるんだって、はい、でね、成績は出てないんだよ、うん、打率とかも出てないんだけども、ああいう気持ちがある選手、うん、それを一生懸命やってたから上げたと。はあ、
ね、やっぱりね指揮官ってそうなんだよ、うん、何か一つに特化して一生懸命やってるやつってやっぱほっとけなくなるんだよ、はい、それが、4月の16日の阪神戦、はいね、なんかちょっとポンと当てたような右打ちをしてそれがツーベースになったけども、はい、やっぱああいうところで出てくるんだよ。なるほど。だからそれを新庄監督は待ってるんだよ。普通にやってて成績を残す当たり前だって、去年お前いくらお前一軍で打ったんだって、うんね、でもホームランゼロじゃないかって、はい、だから何かをアピールするポイントっていうのを、ね、自分で見つけて自分でアピールしろっていうことなんだよ、うん、はい、そういうことか。だから普通にやって普通にできる、うん、当たり前じゃないかって思ってるはずだよ、うんうんうん、だけど俺が感じるもの、新庄監督が感じるもの何にもないんだと思う。まだそうなんでしょうね、うん、だから守備でも一生懸命もう毎日でも特集受けてやってるとかさ、うん、はい、そういう報告って必ず一軍の監督に行くんだよ、はい、だからやっぱりアピールポイントっていうのは何なのか、うん、まあ、長打力、長打1本もないじゃないかってホームランが、ホームランないですね。そうでしょ、はい、でエラーが2っていう、そうでしょ、うん、いやだから何かをこうやっぱアピールするというかね、うん、遅れを取り戻す、やっぱ今年のニュー清宮っていうのはこういうものを、うん、がアピールポイントなんだっていうところを、はい、やっぱこう見せないとダメかなと思うね。そうですね。で一方野村選手なんですけれども、野村はね、はい、一軍にいると結果ばっかりに追われてるんだよね本人が、うん、結果っていうのはさ、やっぱ自分がやった結果が出てくるんだけどもさ、はい、その結果に怖がってたら何も生まれないということね、うん、それとバッティングのスタイルとして右肩が下がりすぎる、はい、まあ、縦振りはいいんだけど右肩が下がって、うん、なんていうの、ヘッドが弱い分だけ、はい、もうあっちの右方向しか飛ばないわけよ。あ、それをホームラン打ちたい、ね、一発狙いたい、右肩が下がって、うん、右肩が下がったらあんま打てないわけね。そうですね、うん、ね、バットのヘッドもヘッドが下がるっていうのはいいんだけど、うん、あまりにも左肩、あ、まあ、右か、あいつ右か、右肩が下がると、うん、やっぱ操作性が悪いんだよ、はい、だから打てない。これ直すには自分で右肩を下がらないように意識しないと、ある程度は下げるんだよ、うん、ある程度までしとかないと、はい、やっぱ操作性が悪くなるし、うん、もうね引っ張り込んだらボテボテのゴロとかゴロが多くなるし、はい、角度が上がらない、うん、それとやっぱそうなってくるとやっぱもう右に逃げるしかない、はい、でも気持ちは左行ってんだけど打球は右に行くというバラバラですね。もう尻滅裂になってるわけよバッティングが、うん、だからまあそこら辺を少し修正しないと一軍では無理かなっていうふうに思う、ね、そのいい時と状態が悪い時のそのやっぱり波がやっぱりだからね、縦振りをするのにやっぱちゃんとした理論が自分の中にないとこれは失敗のもとなんだよね、うん、で入射角と反射角があって、うん、やっぱこうボールが入ってくる、でバットが降りてくる、うん、この入射角とボールが当たった反射角、はい、反射角度もそうだし反射の方向もそうだし、うん、それをやっぱ分かってやんないと、うん、そしたらあんなに右肩って下がらないはずなんだよね、うん、だからそこをもう少し勉強した方がいいかなと思う。その調子がいいとき打てるときの野村選手っていうのは そこがそこまで下がり下がらないんだよ。でもヘッドはこう縦振りっぽくなってるんだけど、なんかこうそれを意識するばっかり右肩が下がっちゃってね、なんかこう操作性が悪いなっていうような感じになっちゃって、それやっぱり結果を追い求めるがあまりの、だからまあある程度やっぱり色気もあるんだろうなホームランというな、だからそのやっぱこう縦振りになって入射角反射角っていうのを考えてるのかもわからないけども、でも俺が見る限りではまだちょっと縦振りの理解がちょっと悪いのかなっていうの感じがするね。さっき縦振りが悪いって言ってんじゃないですよ、右肩が下がりすぎるから。あとその新庄監督が求める、例えば清宮選手に求めるものと野村勇輝選手に求めるもの、どうやったらじゃあ一軍に上げるよっていう、野村勇輝選手の場合はどこなんですかね、それが。だからやっぱり一つのやっぱ形っていうものを打てるような
ってるっていうような形をやっぱこう見せないと、うん、やっぱ1軍でやってる形、2軍でやってる形、同じような形で打ってると、うん、で2軍では結果が出てる、1軍では結果が出ない、うん、これは当たり前のことだよね、はい、やっぱ何かを変えないと、うん、1軍でもまた調子がいいから打てたけど、1軍だったらまたいいピッチャーにケチョンケチョンにされるというような繰り返しだと思うんだよ、うん、だからやっぱり打てる形っていうものをしっかり見せないと苦しくなるかな。そうですよね、うん、まあ、本来はこの2人っていうのはクリーンアップをね、打ってもおかしくないというか打っていた選手の2人なので、その2人が2軍にいるっていうのが、うん、まずもってちょっとね、頑張らないと、まあ、だけど2軍でいるだけのやっぱこう選手の層の厚さが出てきたから、はい、もう耐えられないよって。そうですね、うん、でもこんなことしたら本当に一生懸命チャンスはもう今まで与えたよって、うんうん、だから結果は君たちが出していかないと、はい、チャンスはいくらでも与えたからって。 そうです、それをものにしたのが万波じゃない。そうですね、万波。そうでしょ、はい、同じようにチャンス、いや万波よりは逆にチャンスは多くもらってるはずだ、うん、やっぱりさ、うん、いくらこう素材が良くても期待に応えなかったら、もうやっぱこう使う方もやっぱちょっと意気消沈するよね、はい、いやそれじゃダメだし、やっぱ彼らは確固たる素質はあるよ、うんうん、だから何をアピールして、はい、打てる形、これだったら絶対打ちますみたいな、そういう形を早く作り上げてこないとさ。そうですよね、うん、調子がいいから打てました、悪かったらもうダメです、それじゃ困るわけよ、もう日本ハムの選手としては、はい、ね、やっぱり1ランク上がってるから、うん、悪くても、ね、フォアボールを取るとか、はい、粘れるとか、うん、ね、4打席あったら一発狙ったら一発打ってくるとか、うん、だからそういうことだと思うよ。ですよね、なんかあの日本ハムって12チーム一番そのレギュラー争いが非常に厳しいというか、なチームなのかなっていうふうに今思って、まあ、そうだね、うん、まあ、まだまだどんぐりの背比べのところポジションみたいなのがあるからね、はい、だから厳しくはなってるけども、だけど彼らはそれに打ち勝つだけの素質があるだけに逆に上げないという、ね、なるほどな。それは新庄監督のその、うん、まあなんかね、こういうハングリー精神というか、うん、なんかそれを焚きつけるような思いというか、いやこの形で打てなかったら投げてるピッチャーが悪いっていうぐらいの極端に言えばね、はい、だからその形というか、いや清宮は打てる形っていうのはしっかり持ってるんだよね、うん、で野村はちょっと右肩が下がりすぎて逆にこうヘッドが返らないで追っつけるばっかり言ってるから、うん、そうじゃなくて左肩っていう正しい体の回転っていうのは平行だからね、はい、だけどそれをこうボールが低かったらやっぱり低めで落ちるのは分かるんだよ、うん、でも落ちてもいいけど落ちすぎるっていうのはさ、うん、操作性が悪くなるから、まあ、そこら辺はちょっと考えてほしいなと思う。そうですよね、まあ、清宮選手、野村選手が2軍でどんなことを考えながら打席に立って1軍にまた這い上がってくるのか、まあ、そうだな、うん、どんな形を持って上がってくるのか楽しみだけどね、うん、そうですよね。で、うん、うかうかしてると本当にサードね、今郡司選手もいいですし、他の選手にも、いやもういいよバッティングは、うん、この前のホームランもね、スリーランもすごい良かったですし、うん、うかうかしてたら本当にサードのポジションが気づいたらなかったってことにも、いや、ね、ないし、もうゲーム出れなくなる感が、うん、危機感まで来てるからね、はい、もう本当に頑張らなきゃいけないし、頑張るのはいつなんだって今でしょう。でしょ？はい。はい。